所沢市民の皆様、こんにちは。所沢市長の藤本正人です。所沢市では3月23日に初めてコロナウイルス感染者が確認されて以来、すでに100名を超える人が感染をしてしまいました。非常に厳しい状況であり、さいたま市よりも所沢市の方が感染者が多いという段階に入ってしまいました。厳しい対応が必要であります。さて、ここで新たな情報を申し上げます。まず、所沢市は4月21日より市民医療センターで発熱外来を開設いたしました。完全なる予約制となっており、電話またはファックスでかかりつけのお医者さんにご連絡いただき、かかりつけのお医者さんの判断により、お医者さんから市民医療センターに連絡をして予定予約を入れていただきます。直接来られても予約制ですので受診はできませんが、所沢市として発熱外来を開設したことを申し上げます。続きまして、昨日臨時議会が行われ、2つの事業者支援、困っている人たちの支援策を始めました。一つは市内飲食店への補助であります。特に飲食店でありますが、お店の中に入ってくるお客さんもいません。そこでテイクアウトの努力をされているお店がたくさんあります。そういったお店に対し、4月1日からの分のテイクアウトにかかった費用、人件費やお皿の容器の代金などすべて含みますが、これを全体のかかったお金の10分の9、全体で10万円まで、上限10万円まで補助をいたします。どうぞぜひご利用ください。続きまして、雇用調整助成金に関する支援であります。これは事業が縮小されてアルバイトも含めて休んでくださいと企業に言われたときに、その企業が休業手当を出している場合に適用されます。その休業手当の10分の9まで国からお金が来るわけでありますが、上限で8330円まで上限でお金が補填されることになりました。なかなか小さい企業の皆様はその手続きも大変と伺っておりますので、ゴールデンウィーク明けからとなってしまうと思うのですが、そのための手続き相談会を開催いたします。ぜひご利用ください。場所は追って連絡いたします。続きまして、現在もすでに行われている社会福祉協議会による無利子の特例貸付金のお知らせです。1年据え置きで20万円まで貸付を受けられる仕組みとなっております。場所は新所沢と航空公園駅の間、子どもと福祉の未来館の1階社会福祉協議会にて受け付けております。もし必要な場合はこちらの方へお願いいたします。そして、現在国によって話を進めておられる一人10万円の給付金について、持続化給付金、企業に対しては法人20万円まで、また個人事業主に対しては200万円、ごめんなさい、企業に対しては法人200万円まで、そして個人事業主に対しては100万円まで、
所得、売上が半分以上落ちてしまった場合に給付されるものでありますが、これについてはまだ詳しいことは決まっておりませんので、また今後お知らせすることとなります。さて、皆様、先ほども申し上げましたように、すでに所沢市は埼玉県内一番多い感染者を出し、言われているところの5月6日まで残り2週間となりました。今がステージ2、もう一踏ん張り、もう一引き締めしなければいけない時であります。不要不急の外出をやめて、密閉、密集、密接の3つの密をぜひ避けてください。集団感染が多く発生し、感染者が拡大しております。イベントや集会はもちろんのこと、会食などで集まられることもぜひ心がけて中止をしてください。障害者施設で集団感染が発生しています。障害者施設、介護施設の利用に対しても、ぜひ可能な限りの自粛をお願いいたします。小学校、中学校、幼稚園、保育園、放課後児童クラブは、5月6日まで引き続き休業、また臨時休園といたします。お店を営む事業者は、ぜひ、窓や出入り口を開けて、しっかりと換気をお願いいたします。買い物は混み合う時間を避けて、他の人と一定の距離、ソーシャルディスタンスと言われるそうですが、一定の距離をぜひご自分で取ってください。賢い行動をお願いいたします。先ほども申し上げました通り、市民医療センターで発熱外来を開始いたしました。かかりつけのお医者さんを通じた予約制になっていますので、まずはかかりつけのお医者さんにご相談ください。市民一丸となって残り2週間、もう一つ引き締めて、皆で支え合って困難を乗り切ってまいりましょう。